皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日アーカイブアップロードのシェアをさせていただきたいと思います。アーカイブアップロードつまり一体何かというと、以前ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げたレッスン動画を今このタイミングでもう一回やろうよ、みんなこれ楽しいぜということで、そんなご紹介を、したいと思います。今回のテーマソングはディズニー映画とトイストーリーの君は友達。おー、この曲がほんと元気になっちゃうやつなんですよ。もう家族でね、ぜひ歌ってください。これキッズと一緒に歌う、最高だと思います。あの映画も思い出すし、はい、ノリノリで、これももう、こう体揺らしてね、全体で音楽って楽しむもんですから、はい、トイストーリーで出てくる音楽、君は友達ガズレレレッスン動画、どうぞ。トイストーリーといえばこの曲、君は友達。こちらの曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でも、キッズも頑張ったらできるかな。家族でやりましょう。簡単バージョンやります。後半はちょっとリズムとかコードもちょっと変えて、かっこいいバージョン。最後まで2バージョンご覧になってください。よろしくお願いします。さあ、大好きな曲、カラオケで歌ったり、みんなとあの CD 聴いたりするのもいいんですけど、やっぱり楽器と一緒に一緒に歌うっていうのはまた一個面白いことでございまして、動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私できちゃったってすぐなります。じゃあリンクありますよ。ここの初心者レッスン行ってください。クリッククリック。行ってらっしゃい。さあ、行きましょう。それでは、君は友達。まずは、初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4 俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ、思い出せよ友達も君のそばにいつも俺がいる、俺よりもすごいやつはたくさんいるよね、だけど俺よりも君のこと気にかけるやつはいないよ、時が流れても変わらないもの、それは俺たちの絆、君は友達、いつも俺がいる、君のそばに。トイストーリーのテーマソング君は友達、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。相当簡単アレンジが入っております。そしてですね、ショートカットバージョンで2番はちょっとこうカットしてるんですけど、1番と同じコード進行で歌詞が足されるだけですので、フルでやりたい方書き出してください。で、動画と一緒にできるようになった方はこちらも書き出していただいて、自分だけで演奏してみるのをおすすめします。さあ、今の私がやったバージョンか、ノートにね、見ていただこうと思うんですけど。後半やるかっこいいバージョンではイントロつけます。今は歌から入りましたということでございます。見て、こう。今やったら上の段ですからね。これ、下に書いてあるでしょ、コードが。これはね、後半やるかっこいいバージョンで解説します。これ、後半のかっこいいバージョンで弾くからね、下の段は。はい。そんな感じです。今のはシンプルに上の段をやったということです。じゃあ、こっから。あ、まあ、一応、イントロもこれ書いといたらいいかな。ね、一時停止で。で、この辺もこんな感じ。で、ここね、ちょっとこちょこちょ書いてある。これは後で解説します。で、ここがこう、途中のところにブリッジパート。ここもコード変わりますね、ここ。今は、G7 とかでやったとこ置き換えていきますから、後で解説します。今のは上の段。後半やるかっこいいバージョンでは下の段のコードです。はい。で、ここ、まあ、3番のエンディングのところっていうかね、こんな感じになりますということで。でね、コードの解説しようと思うんですけど、こんだけあるんですよ。結構多いと思うんですけど、この赤く囲ったところはこれ指一本シリーズで入門コードなんですけど、それ以外はですね、C と A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7ということで、これ、この2つ入れてもですね、これなんですよ。はい。ガズレレ必須コード。以前私がそのコードをめちゃくちゃわかりやすく頭にスッと入るように解説している。その動画、ここにリンク貼っておきます。
ぜひここで講座の勉強してマスターしてください。なので気前やって簡単バージョンはこれ全部出てくるんですけど、ちょっとコード多いですけどね、一個ずつ見たら簡単コードです。はい、どんどんいきます。次ね、かっこいいバージョン、ここから解説入っていきますよ。あの一個だけ B7 というコードを、はい、B7 というのはこれなん、B7 ってね、二通り押さえ方があるんですけど、ガズレレではこっちの簡単だと思われる方の押さえ方でやります。B7。このね、ブリッジパートのところで出てくるんですよ。ここのところで出てきますね、B7。はい。押さえる場所は、ここと、ここと、ここ。こういう風に押さえ、一弦は押さえてないです。はい、B7。はい。これを使います。これちょっと初心者の人、パッと行くの難しいかもしれないですけど、ちょっとこう、鍛えてください。で、シンプル簡単バージョンではこれ Dm でちょっとまあアレンジしたということなんですけど、こっちの方がやっぱ響きはいいですからね。 B7 これを使ってみましょう。そしてかっこいいバージョンのリズムは8ビートのチャというリズムでいこうと思います。基本的には。で、しかもシャッフルというちょっと跳ねた感じがいいんですよね。普通のリズムはチャッチャッチャッチャですよ。シャッフルのリズムっていうのはタッタ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 、これちょっとルンルン気分、こう跳ねてる感じ、嬉しいリズムみたいな感じです。それで8ビートのチャをやるとこうなります。こんな感じです。このシャッフルの感じを出す秘訣があります。ルンルン気分でやるとすぐできますからね。8ビートのチャ、はい。で、8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っときます。で、ここはね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そこから8ビートのチャを練習してもらいたいんですけど、いきなり8ビートのチャをやる前にただの8ビート、これをやってみましょう。これをやると、これを分かってないと、8ビートのチャはちょっと難しいです。あともう一つ参考になるリズムがあります。それはですね、ルンルンビートというリズムで、さっきのリンクのところにありますから。そうそう、ルンルンビートってこうです。シャッフル、チャンガ、ズンズン。このルンルンビートでもすごくいいんですけど、ルンルンビートと8ビートが混ざったようなのがバッチグーだと思います。ちょっとこのリズム、軽やかな感じでやってみましょう。かっこいいバージョンではイントロもつけます。やってみましょう。で、これからちょっと掘り下げていくんですけど、このマーク見てください。この矢印マークはシンコペーションマークといって、リズムが前にスコーンと入ってくるやつを言います。A メロのところで出てきます。これ見てください、このテロップ。俺がついてるぜ。俺がの、この C から C7 のところについてるでしょ。これもやってみますね。俺がついてるぜ。パーン。わかった ?C から C、アップで C7。C7 アップです。俺がついてるぜ。パーン。こんな感じで、ちょっとリズムが前にスコーンと入ってきます。これ。ふいふい出てくるんで、要チェックですよ。で、かっこいいバージョンは今みたいにコードが細かく増えたりしてますんで、この辺、よーく見ておいてください。で、かっこいいバージョンで2つの決めフレーズみたいなのを入れていきます。まず1個目は決め1です。これはですね、この、お礼はついてるぜ、お礼がついてるぜのこの、ここのところですね。1番の一番最初のところです。最初からやってみると、お礼がついてるぜ、ここシンコペーションでこうです。次ですね。お礼がついてるぜ、でん、わかる ?CCG7C。 はい、これを決め1ということにしました。 CCG7C 一瞬 G7。 はい、これが1番と最後の3番って2回出てきますからね。これ決め1でんでんが G7C、 これ覚えておいてください。もう1個の決めはブリッジ前のところで出てくるんですけど、ここが面白いんですよ。これね、ノートにも書いてあるんですけど、ここですね、いつも俺がいる。ここ、一弦の3321って書いてある。C 押さえたまま一弦の3321です。はい。こんな感じで表記しておきますけど、ここね、いつも俺がいる。でん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 。今度はちょっとか。3321。3321。はい。こんな感じで。これを言葉で表したのが、まあ私はここに書いたんですけど、はい。決め1。決め1が、ダンダーとトータン。決め2が、タンタタンタン。タン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 ですね。はい。この感じがちょっとね、似たような感じですけど。はい。そしてもう一個、決めというか、シンプル簡単バージョンでも やってるんですけれども、最後の方の、決めがあるんですよ。俺たちの絆。ここですね。絆。言葉に合ってる203連というリズム。ダンダンダン。はい。ここちょっとこう、なんていうの、大行にやるとね、なんかまたこのドラマ性が一個増えるかなという感じですね。ここをしっかり決めましょう。この曲はやっぱり映画の主人公になりきって、もうね、こう、なんていうの、こう、ミュージカルっぽく演出して歌うとかまた可愛いかなと思うんですけど、まあ心込めてね、ノリノリで、君は友達、
こんなことイメージしながらやっぱ歌いましょう。はい、トイストーリーの君は友達、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。デデデデンデン、ステンデンデン。この曲ワイワイ歌いましょう。家族で一緒に歌う、これはね最高ですよ。コミュニケーションツールにもなるわけですから、楽しんでふいふいふいってね、こういうのがまたね豊かですね。はい、ウクレレどんどん楽しんでください。はい、いかがだったでしょうか。もうこれ元気もりもりで家族でみんなで歌っちゃおう。はい、この楽しさぜひ周りの方にもお伝えください。ウクレレで音楽やると楽しいよって感じで、ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければと思います。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。そしていつも使っているガズのわがままウクレレ、これソプラノサイズとコンサートサイズがいろいろね選べるんですよ。ピックアップありなしだとか、こうフレットの数だとか、そのね事前予約注文始まっております。ここで、ホームページ上で見てください。セミオーダーウクレレをオーダーしてくださったからは方には、ね、カラーバリエーションも選べるように今回からなっておりますので必見です。まずホームページからご確認ください。そしてねガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっとあの途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももう本当500名以上の、ね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝あの僕がラジオ配信したりしてるんですけど、あのこのアプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただいて、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんと、あともう数個になっちゃいましたけど、これあの、ウクレレコンサートサイズが入るリュックサック。リュックサック型ウクレレケースなんですね。これ中開けると2つのポーチが、これ、ね、取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとかチューナーを入れたりとか、こういうふうなあのついてて、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、あのスーツにも合うかなみたいなデザインしております。そういうグッズがいろいろあるというと、あ、この、ね、水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいあのミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって音楽、素晴らしい。皆さんこれからもガズレレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さんさようなら、ごきげんよう、バイバイ。